地域の情報を掘り起こすマイニングふるさとのコーナーです。安芸太田町では県の名勝吉水園が一般公開されます。江戸時代から続く歴史ある日本庭園吉水園、毎年初夏と秋の一般公開の時だけ中に入ることができ、今はモリアオガエルの産卵シーズンで白い卵の塊が見られるということです。モリアオガエルは町内の田んぼにも生息していますが、吉水園のように観察しやすい繁殖地は滅多にないことから、吉水園のモリアオガエルとして県の天然記念物に指定されています。吉水園初夏の一般公開は明日と明後日午前9時から午後5時までです。次に江田島市では自然を体感する環境スポーツイベントが開催されます。今回で8回目となる C2 サミットは、カヤックや自転車、登山を通して自然について考えようという環境スポーツイベントです。明日は未来の海について考える環境シンポジウムも開かれ、参加費は無料で、会場では絶滅の危機に瀕している海辺の生き物の写真も展示されます。また明後日はサンビーチ沖見で午前10時からカヤックの体験会も開かれます。江田島 C2 サミットは明日と明後日、江田島市の沖見町と能見町で開かれます。最後に広島市では明後日、県内では珍しい学校を会場にした犬と猫の譲渡会が開催されます。学校で犬と猫との縁結びと題した譲渡会は、新徳女子高校の動物愛護サークルと県と市の動物愛護センターが共催で行います。今回は犬およそ15匹、猫およそ40匹が飼い主との出会いを求めて集まります。譲渡会はあさって午前10時30分から午後2時まで、広島市南区の新徳女子高校で開かれます。